はい、こんばんは、うどんです。今日も新哺乳部を続けやっていきましょうか。前回は第20章不確定要素で、あの溶岩のステージで、まあ綺麗さっぱり手ひどい目にあったわけですけど、編成し直しました。若干編成しました。敵の鉄砲隊をジェネラルで受けようと思う センチネルが、敵に狙われ、まあ、敵に狙われやすいのをつけたのと、被ダメージマイナス 25% 守備時の、それと、確か砲撃に対する特殊射撃攻撃に対する特殊防御があったはずなんで、なので、センチネルで受ける。あと、シビルはちょっと、もともと1部隊、出せなかったんで、シビルはちょっとお休みします。シビルドラゴン隊は。そんな感じ。不確定要素。ちょっとシビルはついに置いてきた。この砲術を受ける。受ける、こうドゥンコとエルレンで受ける。センチネルで、センチネル受けして、センチネル受けして、センチネル受けした次のターンに攻勢に出る。ガイサンダー、ダイアナ、ステファン、ナリマ、ロザリー、あとは突入用の騎馬隊、ジュールス、バルナバス、最後にジャロミールか、ジャロミール隊。よし、こんな感じ。前衛の受けるダメージを減らすとかいう装備はあったはず。エルレーン隊とドゥンコ隊に、ドゥンコ隊もともとアルドの盾持ってて、これが弓の、いや弓か弓か、まあ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 、まあ、とエルレーン隊にサイレインの衣、サイレインの衣自体でもいいんですけど、プラス48にある、確かの前衛の受けるダメージを結構減らすっていうのがあったよね。聖テルサの壁か、重いすげえコストが重い。2つ外しても、セイレインの衣の代わりに、代わりって感じかな、セイレインの衣の代わりに、聖テルサの壁、ライサンダー隊とロザリー隊、聖テルサの壁を入れてきた。あれ、ごめん、コスト1か。今のは合計じゃない、合計と間違えてたか。そうだ、ごめん、全然間違えてた。じゃあ、そのまま、ついでに何か追加。ついでに何か追加、鋼の鎧。よし。で、どこかから外したんだけど、今。ライサンダー隊じゃなくてロザリー隊か、ロザリー隊、ロザリー隊1ポイントある。炎の剣とか装備できない。よし、じゃあこんな感じで、じゃあ行きましょう。行って受ける。なんで2ターン目が本番、1ターン目はちょっと我慢、1ターン目我慢して2ターン目から突るで、弓を引っ張り出したい、
弓を引っ張り出す。I love this part. We will always find a way. よし。これで。まあ、あの対鉄砲用防御が揃えたんだ。早速こう耐えた耐えたどや。鉄砲ね、後ろ攻撃できないのが、後ろ攻撃できないから前が硬ければ突破できないってことですからね。極寒の戦士、こんな溶岩に耐える。いい感じ。よし、センチネル2部隊で。バックアタックに備える部隊がいるように、あのガンナーに備える部隊として、おっと、そっちに来たか。方針入った。そう、逆に、まあ、あのガンナー前のみだから、前さえ意識すればさすがにセンチネル3人並べたら突破できまい。ズバッと。まあ確かにバランスの差は感じますね。あのちゃんとそういう編成すればちゃんとアンチになるというか。このまあ弓の一発ぐらいはよほど集中しない限り大丈夫でしょう。よし。しかし弓もさすがに7体いると結構ダメージ出ますね。てか、あの結局前回弓に結構やられたもんね。My friends are counting on me. Battle formations. OK。ここに突っ込もう。さあ。ドラゴンは突っ込んでった。吹っ飛ばして、めっちゃレベル上がる。弓がちょっと残って、1体フリーになりますけど、まあそれは仕方なしということで。突貫じゃー。2、3、4、5、6、7、アッサーシンに攻撃されるのあまりよろしくないな。ちょっと下がっとくか。ああ、どっちにしても届かなかったか。こいつ動かない、うん、動く。この弓はもうしょうがない。とりあえずギブアップさせる。戦士喪失中。あ、闇属性だ。まだこれ何も溜まってない。頑張って。 Where am I needed? The time to act is now. A paladin never surrenders. 頑張る。
めっちゃ頑張った。さあフックのあるドゥンクはちょっと大丈夫と、これいやちょっとダメじゃないこれ。さすがにドラゴンと魔法使いの先制攻撃食らうのあんまりよろしくないですね。しかもこれファイアーメイジだし、ファイアーメイジ2体とレッドドラゴン2体、さすがにちょっとこれ攻撃食らうの嫌だな。ドナー give me strength。 やめておこう、ちょっとやめておこう。It must be done。テレ放題時間に入っちゃったから。ちょっとねここね敵の火力がえらい高いやつらばっかりですね。なのでドゥンコここに行っちゃった場合、この集中攻撃食らっちゃうからやめとくね。ちょっと怖いわさすがに。ここ宝だらけ。じゃあ結局ドゥンコはこっちも吹っ飛ばしてよ。20章から敵の強さが一つ上がった感じがするかも。ここのね弓2体がね厄介だな。行くしかないか。スクールイズインセッション。弓体が弓に狙われると結構ひどいことになるんで、それは我慢しよう。 Stay strong, everyone. まあでもちゃんと編成考えさせられるようになってくるのはいいことですね。むむ、かわすね、かわしますね。お、そう、フリーアクション、それなんだ。ドゥンコのフリーアクションがね、ま、全体魔法とは。侍が突っ込んでくるのか。いたったったった。なにこっちはツバイハンダーぞ。ツバイヘンダーぞ。よしよし。いやドゥンコがねえらい強くなったのは、おエクスカリバー、エクスカリパーではなくカリバー。ドゥンコがえらい強くなったのがよかったな。うわ危ねえ危ねえ危ねえ。そうそう、あのふわ何らかしら役割ちゃんと持たさないと。あと弓騎士がねさすがに今狙われると、敵に狙われた時点で1体落ちるっていうレベルになってるな。ここ止まっちゃいけない場所だから、牙でヒットアンダーウェイか、もしくは上から弓打つからな。How can I help, my lord? 上からピュッピュ。対柔らかい戦にね、火力のこの火力ちょっとねなかなかなんですよね。それはそれで、これなここら辺から打てるは打てるんだよな。ピュッピュピュッピュ。
ああ、奇襲末消しちゃった。まあまあ、いいかなと思って。ああ、微妙に。微妙。まあ、ヒットアンドウェイで潰すか。Command me. 強制降伏。焼いた場所に止まっちゃいけないからアウェイ。こう。あ。ああ。Break their resolve.今日は狂ってますな。やっぱりテレフォードに入ってしまったから。一回受けるか、いや、とつるか。受けになった。まあ大丈夫ちゃうかな。復活した、復活したか。よかった。弓放置せざるを得ない、うん、すいませんね、なんかちょっと今日はくるくる多いみたいで。貫禄、貫禄いいぞ。I must stay strong. The battle lies before me. 嫌な感じの並びだな。 Sayuna will never die. Oh, sorry. Did you need something?よし。宝探し。お金。Time to even the odds. 弓隊登ろう。いやー、あの時代ほんとね、深夜になってからほんとよくやってたよね。ほんとよくやってたよねって思うよ。なかなか手ごわいな。あ、結構みんな調子悪い感じ。うん、1体をおびき出さなきゃダメだなこれ。あ、そこでこれ使うか。いや、いくらアサシンとはいえ、アサシンやっぱり、アサシンやっぱりこの、なんだっけ、やっぱいまいちな感じですね。アサシンの怖さって、あの、僧侶に刺されると痛いですけど、普通のキャバリアも突破できないんでは、キャバリア2体も。怖くねえな。そう、回避率は高いんだけどね。I must be brave. アビゲイル便利。これね、本来ね、こう行かなきゃいけないところを上から襲撃できちゃう。上から襲撃して宝箱に取れちゃう。アビゲイル便利。逃げ目めっちゃ弱。確かに飛行部隊便利だな。今めっちゃ便利だなと思ってる、このステージ。確かにね、もう一飛行欲しくなるな。宝取るにも楽だし、こういう時に。Bet you didn't see this one coming. ミショリンゴ。The army is ready. Donar, guide my attack. Give up, say.そうそう、アサシンクラスチェンジすると武器攻撃力めっちゃ上がるよね。土着下がるよね、武器攻撃力。まあ武器攻撃力が土着下がることがどれくらい、まあまあ、うん、まあ攻撃力上がるってことなんですけど。
や、歩兵二人はそれもう戦闘前は随伴してるってことで、それもう戦闘になるまではほら頑張って随伴してきてるんですよ。牙で中央突破をかける、これ無視していい。魔法使い、魔法使い槍ぐらいだったら大して怖くないから、別にバルナバスと受けていい。これ一体受けよう。School is in session. バルナバス受けする。あ、弓が打てるなこれ。上から魔法打てるけど、まあ上から魔法打ってもしょうがないし。Victory for Embor. こう。血のりを得たぞ。まああの馬だなと、馬だなく、ドラゴンもね。まあドラゴンはまあキャリーしてるんですかね、掴まれて。ドナー、give me strength。牙突入させるか、ズゴゴゴッと。ズゴゴッと突入させながらワープ&サイコードを使って一気にやっちまうか。The time to act is now. そうしよう。ここは一気に突破で。一体ぐらいおびき出すか。一体ぐらいなら大丈夫だろう。Repent before the righteous.うおー、危ない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 。危ない危ない危ない。魔法火力が結構あった。魔法火力油断ならんっすね。うおー、仕留めて、仕留めきろ。そう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 、よし、イエス、オッケーオッケー。な、あ、なんだ、あ、おお、あ、うん、焼け死んだ、焼け死んだ、焼け死ぬという選択肢ね。ヒット&そうですね。騎馬隊編成したはいいもの、騎馬はそんなに硬い、まあ昔はねすげえ硬かったんですけど、さすがに小菊は宝箱開けない。あれ、あ、そっか、あの宝箱は開くじゃなくて待機だけでいいんだ。そうなんだよね。走行値は69なんだよね。走行69、体力358。そこ73、体力360、そこまで差があるわけじゃないんですけど、ガーディアンとかあるもんね、こっちは。ガーディアンとか対射撃特殊防御とか。穴狙い、よしよし、聞いてる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 。確かにガリアンね、見た目以外はね、結構かなり好みではあるんですけど、見た目以外は、見た目以外はな。何でも上から弓を、うわ、何もの弓効いとるな。まあまあ、そもそもあんまり、あ、前線に出っ放して盾になるなってことですよね。やっぱり動かないな。よし、このターンに終わらせるから、ジュールスも
刺さった。でも弓木も別に火力は全然悪くないね。やっぱ全ての攻撃がばらつく、全ての攻撃がばらつくっていうのは逆にありがてえかなっていう。前衛とか後衛とか関係なし。3800、攻撃強制降伏、ドラちゃん降伏。え、一応撃たれないから大丈夫大丈夫、動かない動かない。もうあとこれとこれとこれなんで、一気にいっちゃう。 What's our next tactic? It must be done. ほら、ああこれ進化カテブだった。強制降伏、Awaiting your orders. ほらほら、スタンと方針でドラゴンをリーダーけど落ちた。まあまあ OKOK。 で次はワープです。こいつは動かないよね。あ、動くんだ。For my people, for my homeland. Where am I needed? 最高度を一回。ワープしてこいつを殴る。最高度してこいつをやるだとちょっとダメ。最高度で届かない。こいつをフリーにするか、こいつをフリーにして誰かを受けるか。できれば、あまり受けたくないですねこれ。あのちゃんとした後ろにいるやつじゃないと。ロザリー隊だと後ろが若干心配ではあるんだよね。戦争でこれを倒す。最高度でここまではいけないなぁ。そうね、多分一回普通にこのヒューゴを受ければいいか。その大した戦力でもないし。受ける。じゃあそうしよう。ヒューゴ受けできます。そうね、エグザンプラーまで使っちまうのあれでした。そうね、ドラさんだって今しか使いどころなかったもんね、もうこのステージ。ドキシマジか。そのガンダー残りで死ぬんだ。マジか。ちょうど蘇生が近いです。ちょうど蘇生が近くていいんですけど、びっくりした。ネフリムの力祝福。よーし、あれなんですよ、このダイアナが貫禄持ってて、他のパラディンが貫禄持ってないんですよ。なのでダイアナに火力が集中したったな。よしよし、ヒットポイント517が一撃か。ガンナー3発でダイアナが一撃レベルか。I must stay strong.あ、半分減ってた？ちょっと減ってた？
ちょっと減ってたのもしょうがないんですけど、このサジマジバツとか全員貫禄持ってたりするんですよ。あ、バツが持ってないけど。まあでもやっぱ油断、やっぱちゃんとガンナーは専用の部隊で受けないとダメですね。鉄、これ上から撃ち放題じゃんね。まあ宝取るけど。あめ、ね、あとは高達と、クリア目標はドゥンコをゴールさせること。これだったらライサンダー隊の育成にしよう。通常攻撃ああ今日やたらクルクルしますね。確かにいかんな。弓突撃&突撃で、クルクルしてますね今日。闘技場の金メダル、いいよ金メダル。黒曜石、あーまあ、うん、まあつべ原因ではまあちょっとちょっとまあほっとするとは言いませんけど、まあつべ原因じゃしょうがねえな。エルレーン隊でドカンと行くか、槍だもんな侍は。いやジャロミルティクね、銅はね、銅はさすがにちょっと回数が多すぎてめんどくせえ。だから銀ぐらいがちょうどいいかなって思ってる。一撃で終わるとは、一撃で終わっちゃった。さあじゃあもう このターンに終わらすか。ミッション情報、うん、宝は全部取った。Ready. ゴール。降伏者ねドラゴンね、仲間にしろよって思うんだけど、身の代金に。盗人はこの先に隠れた、誰だ盗人野郎は。何か話じゃねえだろうな。そうかもしれない。まあ危なくなったら脇に避けてくれ。どうにか確かめたくてはならない。でもそろそろね、ゼロスもね、いいとこ見せてくれないとと思ってるんですけど、姫プレイかよっていうね。これは一体こいつ、昔俺たちの前で大暴れしたイカれた魔女、マジか本当にマジか予想当たって、予想ボルで当たって、まともに当たってんじゃん。めちゃくちゃ予想が当たってしまった何仲間になっちゃうの。しかも私死んだの、ギリギリ助かった、もう大丈夫。
じゃあ帝国の悪党どもはこの私を仕留められなかった、とりあえずあなたたちにお礼を言うべき。帝国の悪党ども、まずは謝罪から入ったらどうだ。そう、5人いるのは確定なんですよ。でゼロスともう一人、多分敵側にいて敵になるんちゃうかなとか思ってたんですけど、いや敵じゃなかった。それってあなたたちのもの、こんなご立派な人たちが持ってるものなら丁寧に尋ねればよかったかもしれない。私ならベアトリックス・ペンターガスト、大富豪エドモンド・ペンターガストのエドモンド家のご令嬢。このめっちゃ大暴れしてたよね、この女。一緒に来なさい。あなたはまたドナーの古の化身、肉体を持ってこの世にやってきた。ちょっと待った、あなたどうして。なるほど、あなたが助けてくれたのね。そんな力を持ってるのはドナーとドナーその人しかいないもの。ならお互いに化身として千年ぶりの再会。そこの大きなパラリンさん、ガルザスの化身ネヒリムたちは再会 週末の決戦でザーンと戦う運命。さっきも予言にはここからている。予言を疑うなら今ネフリムがこの辺に集っている事実をどう解釈する。話し合うべきことたくさんある。このベアトリクス・ペンターガストがどうしてあんたみたいなやつの言うことを。こちらには軍があり、そちらには貸しがある。年中骨が凍るような寒さ、見渡す限りの地味な畑、今回だけはついてってあげる。あ、ダイアナ実際にでかいんでしょう。でこれ仲間になるんだこいつ。なんかあの、じゃああのあんなに敵ではっちゃけてたのは、あのすげえ楽しそうに敵やってたじゃん、あれは何だったの。あなたたちは私を追いかけたけど、私の方は祠で神の武器を探した。元のネフィリムはザーントスを倒した後、その武器を世界のさまざまな場所に封印した。それから死んだその事実を秘匿とした。プトロメア山で起きた奇跡の話は私も聞いた。本物のネフィリムの力はそんなもんじゃない。私の武器はネフィリムの潜在能力を完全に解放する。カルナックさんにはサイレインの超魔法、サンドラカシにはイシュタルの神剣バルムンク。あ、5つの武器を集めに行っちゃう。ガルザスの腕はバンラー、バラー、サユナーの王宮の地下にあるというスカイレンダー。それについては天はこのみすぼらしい盗賊さんを選んだ。俺のファッションはみすぼらしい。そして最後に邪神ダンツスにとどめを刺し、その心臓を貫いたドナーの剣、ライトフューリー。言うまなく帝国の宮殿、今挙げたものを手に入れる必要があるってことよ、ドゥンコ。あなたがライトフィーリーを掲げたら、きっとドナーと一緒にお茶を飲めるくらいの格になる。その中でも2つの神の武器はもう発見されている。それは私の超魔法とザナトスの手と呼ばれる黒騎士が持っているバルムング。残りの3つは今も誇りをかぶったまま主人の捉え待っている。そう、聖戦感あるなとは思った、途中から。だから戦線感があるからこそ、あのだなんかその誰か一人ぐらい敵になるんじゃないかと思ってたんですけど、とってもまずいことになる。もう一つ敵に回ってるけどな。ザーントスの手もね、なんかその一人なんじゃないかと思ってたんですけど、きっとそこを聞いてくると思った。ザーントス教団にはもう知られてる。そうよね、あなたはドナーの化身、あいつらの用語を借りるなら偽りのもの。私がネフィリムと気づけばいない仲間になると誘ってきて、うん、ただその最終的な狙いが私を亡き者にすることだと気づいた。太陽に近づきするとどうなるか分かるでしょう。でそいつのことなら、そんな風に丸焦げにしちゃった。あー、じゃあベアトリックスはあのネフィリムだということが分かったから命を狙われて逃げ出したということなのね。それからできる限りの秘密を盗み、サイレインの魔法を探して旅に出た。我々の書も盗み、ついにはこちらの膝の上に落ちてきた。少し出来すぎた話。埋めて
ってそういうもの。ネフィリムがお互いに巡り合ったことがそんなに信じがたいって。お前はネフィリム、これから共に戦うことになる。くれぐれも信頼を裏切らないように。そうね、そう、ドゥンクが死んだあたりやっぱり聖戦の御所を感じるよね。まあまあ、ファイエンブレムフォロワーだとは思うから。こっちも何らかの見返りが。獲物だらけの戦場ぐらい、それ以上のもの与えられない。あなたならきっとこの報酬を喜んで受け止もうと信じている。よくわかってるじゃない。タオルトンはまあ帝国軍に追われてたからって言ったんでしょうけど、いやー、帝国軍にいた時はね、ノリノリで殺しにかかって、別に演技ってわけでもないでしょうしね。ゲーム、いや、ファイアエンブレムプラス伝説のオーガバトルですね。彼らは今勇気を奮い立たせ、自由を取り戻すために立ち上がろうとしている。帝国軍は依然として盛況。新たな抵抗勢力があるともそれは無残に粉砕される。ヒストリアム・マグヌスの訳文はカサドラカ大陸のグレイウィンド山にあるネフィリムの祠を指し示している。ドゥンコは帝国の弱体化と祠の力の解放の両方を狙う。サンドラカの地に。そしてその手始めに港町クレストムーアの帝国軍を制圧する。お、しかしそこにはとある馴染み深い敵の姿があった。お、ゼロ洗脳されたか。姫ムーブがさらに進むか。ここでちょっと大事なことがある。ヒエーいやー、これチュートリアル外伝チュートリアルが始まるんでしょうね、おそらく。外伝チュートリアルだからこうなんだね。ターンランのいろんな場所に行けるようになった。サイドストーリーだから、信号を選択したらメインの章を進むか、サイドクエストに。ちなみにサイドクエストのクリアは必須じゃない。この戦争では少しの戦力強化が大きな違い。おー、これ外伝映画シビルが、外伝映画シビルパラリンですか。敵は自らの支配下にドラゴン絶滅、軍用ドラゴン、慈悲深き者への無慈悲、パイロサイトの貯蔵庫へ侵入、イシタルの嘆き。この感覚よく知ってる。まあちょっとこれ全部やらないといかんでしょ。全部やらなきゃいけないとして、とりあえずベアトリックスだな。でかーいでかい。解散できないのこれ。解散しよう。さすがにリーダー力40には低すぎるぞ。許されない。リーダー力42で。いやー、これよりこっちの方がでかいよね。デフォルメされてるから。でかーい。ちなみに、アークメイジ。ちょっと待ってね。まずチュートリアル見よう。アークメイジ。いねえし。いねえし。まあ、とりあえず、このシビルのこのドラゴン3人を回すよ。あ、シビルのドラゴン3人いました。どうせシビル出撃だよな。勇気のね、メダル拾ってないから。まあまあ、全体魔法だよね。全体魔法下手すると2発だよね。1発、2発か。これ弱点したんだ。とりあえず、とりあえず先にこれ、シビルの外伝やっちまいましょうよ。くそコスト8。ルーク、お前、そっか、馬を取り上げられたルークか。馬を取り上げられたルークを、お前スピアマン経由でセンチュリオンになれない。ああ、そうですね。ちょっとスペック、技見たかったですね。ベアトリクス。舞台の指揮の影響を受けない。高飛車。
最大ヒットポイントに魔力の 100% の値を加算する。ほう。おサム島が余ってる。サム島がね、サム島がね、解放者だからコストを増やして装備。いや、ちょっと待って。コストをどっかから持ってくる。コストどっか、どこか。エレガントブレード余ってない。エレガントブレードは3。エレガントブレードは3。パンパン。エレガントブレードは3。いや、これなんか余ってる気がするな、どっかに。これを多分、帝国のレガが余ってたわ。よしよし、これで、コスト12あるから、まあサム島でも入れとけば、ちょっとはちょっとは。これでサム島を入れて、これで4体かな。いや、これで5体編成。これでシビルクリアするか。シビルのやつを。これでシビルをクリアする。で、シビルの外伝行くから、ベアトリクスはちょっとお預け。シビルがパラリンになったらまた編成いじるから、その時に待つわ。ベアトリクスをお預け、シビルパラリンになったらドラゴンを外して、そのドラゴンを、ベアトリクスに回す。でシビルのパラリン隊は、解散できるかどうかでまた考える。よし、じゃあ、技術はあれ、市場行こう。さてさて、宝探しセンチュリオン、火のセンチュリオン。まあ即戦力ではあるけどね。即戦力ではあるけど、騎兵隊長そうじゃ、まあうん。まあちょっと温存気味でいいのかな。あ、帝国のレダ、嬉しい。勇気のメダルも嬉しいぞ。集中も一応買っとこう。よし。じゃあベアトリクスに、ベアトリクスにメダル使って、3アップ。あとはこの温存しとこう。じゃあちょっとささっとこれ会話見ていい会話終わらせて、見とくか。ドゥンコとベアトリクス、いいと思うよ。でけえ。ドゥンコが控えめに見えるぐらいでけえ。君に聞きたいこと山ほどある。スキル、あ、そうか、スキル値もめちゃくちゃ高いのか。仲間になった時の敵として出てきた時のスキル値、あ、倒す気ない、倒す気が、倒される気がないスキル値なのかなと思ったんですけど、仲間になってもそれくらいか。結構キュート。その可愛さに免じて少し許してあげる。ペンダーガスト家の人間なんだろう。つまりあのエドモンド・ペンダーガストと関係がある。世界一の大富豪。いやー、ムチムチですね。北高たる前張りにムチムチですよ。私は全ての遺産をもらうわけではない。あの人の周りにはいつも帝国のゴマスリがいっぱいいる。そう遠くない日に、あの置いた蛇の冷たい心が解き放たれる。どうやら父親とはいい関係ではないようだな。そのうちいろいろ教えてあげる。いいキャラだな。僕ダイアナと並んで好きよ、これ。このムチムチぶり。
あんたライオンがガゼル食い殺したら自然はひどいと思うわけ。自分がライオンになろうと思えないの。 SLM 危機について聞いたことあるか。やるじゃない。世界を襲った SLM 危機が底を抜けた時、かのラツアン投資家ペンターガスト卿は待ってましたとばかりに暴落した不動産を買い漁った。それで得た莫大な儲けによって体力のあらゆる事業に金を出した。なるほど。まあ要するにパパは金持ちと。そういうこういう奔放なキャラクターいいですね。小悪魔ではなくもはや悪魔。今のところそうは思わない。まあ僕ムチムチ好きですね。大好きですよ。大好き。なんで僕本来アトリエあんま本来アトリエ全然追っかけてなかったんだけど、ライザーだけは気になるっていうね。あんな太ももでね、もう錬金術ができるかっていう話ですよ。よし、オッケー。これは取り返しつかない系じゃないのか。うん。いやでベアトリクス、ここが気に入ったかい。つまりこの舞台、それとも一人旅に出るつもりなのかい。そんなことはさせないよ。せいぜい引き止めようとしてみれば。あなたはちょっと可愛い人だから少しはチャンスある。あるいはあなたを一番の嫌いに。どうして君はそんなに魔法の才能があるんだ。今までいろんな魔術師を戦場で見てきたけど、君の技はまさに別格。天部の才とも言えるし呪いとも言える。私の存在自体がちょっとした実験。カルト教団が最初に知ったネフリム、そしてあらゆる方法で洗脳を図り、その命令を実行させようとした。そう、私の脳みそをぐちゃぐちゃにした。私という名のエレベーターは最高階には行けないの。意味ちょっと分かんないけどいいと思うよ。私という名のエレベーターは最高階には行けない。ネジが何本か外れちゃってる。ちょっと気が変わっただけで突然あなたはバカしてゲラゲラ笑い出すかもしれない。そこら辺についてはどう思うのか。君がそんなことをする人には見えないけどな。あとはなかなか面白いけど、そろそろ魔法の練習したいわ。なるほどね。そういう感じなのね。いいじゃないの。よし、じゃあガイディングいきましょう。万有。やっとあのね、火のプリストが火属性らしくパラリンになれるか。帝国は神殿の難民信者が身を寄せる最後の隠れ家を発見した。ドゥンコの軍がそこに向かうよりも前にとある人物が出向いてた。勇猛果敢な僧兵シビル。正義の姉妹の鎧を身にまとっており、ほとんど誰の援護も受けずに帝国に立ち向かっている。シビルと最後のドナー神殿の救援に急ぐ。最後のドナー神殿ね。万有。おめえアコライトじゃねえかよ。税のセンチネルとかよっぽど硬そうじゃねえかよ。まあこれが終わったらって話でしょうね。よしよし。ああでも12人出せるんだ。外伝こじんまりしたマップだけど、でも敵はちゃんといるね。まあドラゴンをパパパパ、ドラゴンをパパッと飛ばしましょうか。ドラゴンを飛ばす。アビゲイルゴー。わー、初手からねいろいろバカバカやらないといかんですね。まあアビゲイルが飛び越えていけばもうどうにでもなるとは思うんで。この3人でこの3体倒す。バルノバス、ステファン森スタートでいくか。あ、そうですね、市場リセットにもいいですね。外伝
だから外伝やること自体はねとてもありがたいですね。で下に奇襲かける、いや下に襲撃をかける、ロザリー、あーそうですね、ベアトリックスの占領か、確かに言われてみるとそうだね。じゃあロザリーあたりを外すわ。あーいやジョルジュあたりを外すか。じゃあ一人のこの子占領部隊でベアトリックス、よいしょ。あすげえところで世間話なんですけど、なんだっけ、タイトル忘れちゃった、タイトル忘れちゃった、コピペが残ってる、残ってないか、残った残った、なんかこのタイトルがちょっとゲーム自体は楽しそうに見えた。ああ間違えた間違えた、 GBA ファイアーエンブレムのフォロワーですね、ファイアーエンブレムフォロワーじゃなくて、おっと後ろドラゴンか、スルッと見落とした、回避、よしよし。このシンフォニーオブウォーはストーリーとシステムが非常に評価高いタイプじゃないですか。で今見せたやつはそのファイアーエンブレムの GBA 版ファイアーエンブレムに見た目とかアニメが非常に似てるみたいな感じですね。そうそう、別にそんなに評価は良くないですね、ストアの。まあでもまあちょっと面白そうに見えたかなみたいな、まあちょっと遊べればいいやみたいな、1000円だから。あー後ろの馬確かに注意ですね。あーそう後ろの馬な、まあでも多少は来てもらった方がいいんで、あでも突撃は受けたくねえな。なんかよく思うんですけど、海外のゲーム文化はそのフォロワーというのが許されてるというか許されてない、割と僕やっぱり未だに日本で似たようなゲームだとパクリパクリ言われるっていうイメージがあるんですよ。なんか海外は割と普通にバンバン出すよね、よく似たゲームっていうのを。まあそこら辺まあ文化の差というか、なんというかそう、まあそうそう、まあリスペクト作品ですよね。まあだそうそう、やっぱ日本で例えばこのシンフォニー・オブ・ウォーだらファイアエンブレムのパクリゲー、やっぱさすがにそうは言われんか、あいやまあ日本でも出てるんだけど、うん、出てるとは思う、出てる。あでも海外はパクリ言われるんだ。クリア条件見てない、うん、まあ余裕ですね。チャレンジミッションはここ戦エイジだ、外伝がエイジだな。うん、なんかまあそこら辺かなと思う。いや僕な一番驚いたのは割と XCOM 系かな。Oh, sorry. Did you need something? いやどれも割と戦闘まんまだよねみたいな。タクティクス総合の場合どっちかっつったら、まあうん。
まあ海外のパクリパクリっていう言葉が届いてないからだけかな、単純に。まあ海外も言われてる、言われるは言われるのかな。回転して。槍のナリマを前に出したいな。あ、そうか、飛んでるから回転できないのか。位置交換。あ、届いてないし。You make this too easy. いいじゃないの。Sayuna will never die.下はね、牙を用意してるから大丈夫。ナリマ隊今7人か、うん、これはヒット&、まあ、このまま牙で進んでいく。穴狙い、どこどこ行きましょう。で、これの占領ポイントは残しといてあげましょう。あ、そうですね。ドラケフォロワーと言われると、確かにジャパニーズ RPG は全部ドラケフォロワーになっちゃうね。さあ、スパッとガンガン落としながら、ここは一応防衛にアビゲイルを向かわせる。いや、これクリアにならないよな。ミッション情報はドゥンコがドナー神殿に行くことだもんね。ドゥンコワープでピョインできるんじゃないのこれ。ワープピョンでいいんじゃないのこれ。じゃあドゥンコここで待ってよ。そうですね、この時点ではもうすでに絶対使えるわけですから、ネフリムの力は。まあもちろん最後にってことで。まあまあまあ、各部隊動かして、ドゥンクを動かす必要がないぐらいですかね。それでも外伝5面もあるとはな。僕のちょっと予定が若干来るんですけど、いや予定というのもあ、ネフリムの力が1つ増えてんのか。侍はガーディアンがないからか。ちょっとも一発与えられんぞ。うわ、セーフセーフセーフ。僕ね、3月1日からはファントムブリゲードが待ってるんですよ。だから3月1日までにはね、ちょっとまあまあ別に最速から別にそんな頑張って当日やる必要はないんですけど、そうですね、侍はちょっと今後センチネルを1体入れた方がいいのかなと思うんだけど、危ねセンチネル。ただ間接攻撃やると、まあまあ、うん、おい、ギュウギュウかよ。ちなみに何が増えてるね、振りの力。
隕石。十字の効果範囲内にいる全ての敵にとの最大 25% ダメージ与える。もうダイレクトアタックかよ。おー、そう、3月ウィポもあるしね。フェス。まあでもこれ守れる前提は前提なのか。テンプラー2人にセンチネル3人だから、じゃあアビゲルそこまで頑張らなくてもいいかな。てか危ないしな、これ。もしくはあれ使えない。マッペキ早速使ってみるかな。まあちょっとこっちを。もうワープはできる。1,2,3,4 ダイアナドゥンコを送ってこの位置まで行っちゃうか。強制降伏、ドゥンコを送り込むか。ドゥンコワープ、これ通っただけでクリアになっちゃう。通過しただけで。通過、確かに通過しただけでクリアになっちゃいそうだな。そういえばさっき、いやさっきの面待機せずともエンディングクリアになっちゃったんですよ、確か矢印のところ。じゃああかんな、じゃああかんわ。いや、なクリアになる、なる、絶対なる、絶対なる。さっきの面がそうだったから。I love this part. Donar, guide my attack. 強制降伏。じゃあ代わりにダイアンでも送るか。ダイアン送ってポカリすれば、うん。だダイアンね、そこま今そこまで。まあいっか、送ろう。イグザンプラーも使えればよかったんですけどね。A paladin never surrenders. Donar be with us. ほらほら。メテをここに落とそう。メテ落とそうと。わあ、こことかに落としてーなー。まあでもこっち優先。というかぶっちゃけ 25% の削りってどうなんだろうっていう。まあ意外に早く溜まったから積極的に使えって感じかな。割とすぐゲージ溜まったからメテオで、もう一回行動できるんだけど、もう一回の行動はこの裏のね、裏のアーチャーを落としたいな。裏アーチャー落としたい。うん、ゲージ、あ、うん、ゲージ性、ゲージ性。とりあえずちょっとこっち先にやろう。こっちを先に終わらしちゃおう。強制降伏、確率中だからいいや、やっちゃおう。ダメか。うん、まあ正直5種の中で一番微妙だと思うよ。他の3つ、今のところ僕が知ってる他の3つはいずれも戦略に影響を与えるレベルで便利ですけど、こっちは全く戦略に影響を与える気がしない。これ奇襲になるかな。相手が森じゃないと奇襲にならないのかな。あ、奇襲になった。大丈夫か。
ちゃんと奇襲っぽい奇襲になった。ズバズバッと。イエスイエス。ああ、今アンブッシュで出てた。お、プラチナメダル。プラチナメダルは銀の4枚。バトルフォーメーションズ、強制降伏。そういえばライ、ああ、まあ、ライサンダー隊もそろそろクラスチェンジだな。で、こっち突破中。How can I help, my lord? You got a plan? 動く系か。動く系だったら一手受けるか。School is in session. 一手受ける。We will always find a way. あ、両方アタックすればよかったな。まあいっか。ベアトリクス待ち。やめて、もうゲージが溜まってる。早いな。しかしまあ本当3段階目ティア3のドラゴンまで出るようになってんの、普通に雑魚的に入るようになりましたね。幸いそんな強くないですけど。奇襲かわすね。そうですね、やめメテオガンガン使った方が良さそうですね。そうかわしやがる。バルキリーちょっと危なかった。へえ。てか魔法って回避できるんだ。今初めて知ったわ。なんか魔法って必中のイメージだったんですけど、普通にかわしたな。まあ確かに別にファイアエムレムも魔法かわせるしな。命中率が高いだけであって。そうか、じゃあ魔法使いのスキル値も大事なんだな。そうそう、まあ避けられない理由はないよね。なんか必中のイメージがなんかやたらあるんですけど、魔法には。空浮いてる、空浮いてるパラリンたち。おっぶねえ。案外弓が怖いんですよねこれ。大量の弓がばらまいてくるとき、当たりどころが悪いと中列のソウルとか魔法使い一発で飛ぶから。さすがに全部占領はしんどいな。Ready for the barbecue. 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 I'll wait your command. Do you know who I am? 最高度とかも使って。ねえ、メトロ溜まってますね。You make this too easy. どんどん移動。あ、今交換すればよかったな。Stay strong, everyone. それ一体だ。Master Sergeant, away
強制降伏。こっちもポカリポカリと。殴った場合突っ込んできかねないが大丈夫。ポカリと。もうこれでいつでもあそこも占領、いつでもあそこを占領できますね。あーでもできればベアトリクスで占領したいな。そうですね、あそこに、あそこにメテを撃っちゃいましょう。こんにちは。まあでも、まあでもまあ全体だもんな。こう大した部隊が一ついますね。Victory for Embor。 まあそのいっぱい動かすのめんどくさいだけだし、これだけでいいや。増えない増えない。この騎馬隊がね動き出すとさすがに怖いけど、一旦これを呼びつけよう。バルキリーと回復あっていい。目標は9分の4。ベアトリックスでもう一つここ取って、もう一つここ取ってクリアするか。そうしよう。ダナー、give me strength。じゃあ、鉄さんありがたい。ドゥンコはいつでもワープできるぞ。ただこの騎馬隊ちょっとあんまり前に部隊を出して、まあなんとかなんだろう。まずこいつら、まあいざとなったら無視したらいいしね。槍を騎馬受けはさすがにちょっと当たったか。物資はね、いつだって不足してますからね。鉄でも馬でも何でも欲しい。パイロなんちゃらだけが今んとこ僕大砲作れないから微妙になってますけど。バーベキュー、バーベキュー届かない。よいしょ、ポイン。日朝石。統率増えない。統率なかなか増えないな。増えてほしいなと思ってると増えない、あるある。日朝石。そろそろ受けなきゃダメか。まあ例のネフィリムの力使って、ターンって結構たま
結構時間かかっちゃう、溜まるの。今何ターン目だ、そういえば。お、また銀メダル。言われてみるとそうだな。ターン5、ターン92回使ったから4ターンあれば溜まるでしょ。次はもうこれで、次はドゥンコ用で。ダイヤのあたりに鎧使っておびき出すか、やっちまおう。ネフェリム、エグザンプラー。Before the righteous. Break their resolve. It must be done. My friends are counting on me. ベアトリクスの方が心配かな。まあベアトリクスもまああの最高度なりなんなり。さっきの面は大変な面でしたけど、序盤が。今回はまあわりかし余裕ありましたね。メスメスハンマー。経験、むしろ経験値はあまりもらえてないところを見ると、ダイアナがレベル上がりすぎたか。スキルスキル、私が頑張っとるわ。体力サーモン、いやもう完全に死神部隊とかしてますよこれ。フリーアクションナイス。あ、ボスっぽい曲にボスっぽい編成、一気多かったやつですね。だから全員が崩れていく。壊滅する。いやー、ボス編成も壊滅です。やりすぎちまった。3分の1ぐらいは溜まってるか。あ、今サイドか。よいしょ。まあいっか。そういえばこのネフィリムの力のたまり方、たまりやすい時は被弾とかでちょっとたまり方ある、たまり方に差があるよね。なんだっけ、ネフリムの力、地形、クラス、戦略、ネフリムの力、これだ。部隊の移動、攻撃ターンのサイクルと関係なくいつでも使用できるマップスキル、これらの
これらのパワーは、余ダメージ、非ダメージ、時間の経過、その他の条件、戦闘のアクション、イベントによってチャージされる。転送は同じターンに移動と攻撃を行うとこのパワーが蓄積させる。なるほど、移動とかしないとパワーが蓄積されない。なんちゅうこっちゃ今からでも間に合うか。再行動終わる。再行動して、再行動してここら辺引っ張り回せばワンチャン普通今からでも間に合うか。うん、そうだね、ちょっと溜まり具合を。そうだね、思いっきり動く気出れば。Time to even the odds. まさか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 の。Dinner time. なんちゅうこっちゃ、なんちゅうこっちゃ自転車を漕ぐかのようにみんな走り出した。人力発電でエネルギーを貯めないと。目に見えてはなかなかたまらない感じかな。一交換しに行こう。あ、これ一交換にならない。いいや。次のターン、サイコロ使う。1交代。お手伝いはここまでです。すごいけどダッシュしてきた。祝福溜まってないのか。祝福溜まってない。バーベキュー、やっと上がったわ。これで今が8、もう8ターンじゃねえかもう8ターンだった。これ回転できない。次のターン再行動できれば間に合うと思う。1交換。あー、ためたまらなかったかな、これは。フワヤン、隕石しかたまってね隕石しかたまってね。次のターンでございますはいはいいや、普通に移動すればよかった。まあ言うて多分一つぐらいなら、一つ計画ぐらいならレスラーもらえるっしょ。あれなんちゅうこっちゃ遠望宮殿。お、なんか見た目が変わってる。パラダンになってるぞこれ。どうすいった勇敢さも考えもんだよ。とりあえず助けてくれてありがとう。パラリンとは何であるか。お前ところで子供作ったんだろうな。ちゃんとパラリンには子供作らないとダメなんだぞ。パラリンはその生の大半を戦の炎に打たれる。ドアのために神格化がなければならない。悪の勢力はパラリンをほとんど壊滅させた。それでも我々が滅ぶことは決してない。あなたは女性であり、平和な時代なら神殿の男と結ばれ幸運で幸運でいたはずだ。だが今は特殊な時代、聖なる使命があなたを必要としている。だから特別に免除。正義の姉妹となったあなたは唯一の使命は神聖な戦いにおける一兵卒となること。規律と自己犠牲と自制の心。もちろんたとえ何を犠牲にしようと。今初めてシビルからそれらしい言葉を聞いたよ。今からこの世界を去るその日まであなたをパラリンに。わしもシビル。いや、序盤の方からずっとそんなこと言ったの、ついにですねようやくですね。
当てがわれた、当てがわれた男と。いやー、だからもう、だからそれを聞くと十分カルトだよねって思っちゃうよね。さあ、シビルがパラリーになった守り手の本能。戦闘終了時に追加アクションを発動することがある。その確率はヒットポイントが半分以下の味方にとか多いほど高くなる。そんな無理だよ、そんな。無理無理。まあでもリーダー力80あるからね、シビルは。で、80めっちゃ増えた、これ。リーダー力。どちゃくそ増えたな。80分の57だ。チェイニーとチキとモーゼスをベアトリクスに移し、5つ集めたのか。ところでベアトリックス、これだけスキル高いと敵の攻撃かわすんちゃう？ベアトリックス前に置きたくなるなぁ。あ、朝コスト1つ15だ。全然ダメだ。だからちょっとパ遊びれないといけない、回避立て運用できちゃうか。うん、だよね、スキル値あんだけ高ければね。でヒットポイント自体も確かのスキルによってめっちゃ増えてるよね。スキル124でヒットポイント471、そこ1 そこ1。まあ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 、さすがに、まあまあまあ、無理やりコストを増やして、まああと9であればいけるかな。あと9だったら帝国戦記は成馬のやつは多分外せない。帝国鎧2つはつけられない。帝国鎧と兵士鎧と、そうですね、まあ当たるとき当たりますからね、きっと。兵士制服とエレガントなやつを、よし。こう、まあ先手必勝チームっていう、先手必勝チームでいいんじゃないかな。確かにね、ドラゴンそこ低いですね、29。なかなか低いな。身長、選手の傲慢。まあ受けなければいいのよ、受けなければ。先手先手。でシビル対応いろいろ調整しないといかんな。ああ、そうね、そもそも回復がいないなっていうね。でもドラゴン2体、いや、あの前衛、多分ね、ドラゴンね3体前衛にしないと多分あかんと思う。3体前衛にしないとダメージが2体に集中だと落ちると思うんで、それもあって3体にしてるんですけど、3体分散型に。ちょっとそうね、いやアサシンだったら逆にベアトリクスが全部かわすんちゃう。ちょっとこれ残念、ドラゴンライダーに、ドラゴンライダーにはね、まだね、熟練度的になれない感じかな。まあ無理やり使っちゃってもいいんですけど。ええねん、受けなきゃいいのよ、受けなきゃ。受けなきゃ何も問題ないよ。熟練度使おう。飛ぼ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 。まあ道折れ。そうそうそう、まずは試してみようぜ。シルバードラゴンライダー、一応これでもユニット飛ぶことになる。もう足りてない。
もう足りてない、もう足りてない。これちょっとパイロをちょっと売ってくるよ。まあまあちょっと先にちらっとショップを見て、ショップ見るとね、ネームドはいない、防衛隊スピアマン、地形によるダメージ経験効果 50% 増大、黒曜石、あー鉄と、あメダルがある、鉄と精密いいね、ゼロポイントブレード、かっこいいな。おい、なんだゼロポイントブレードって、これどういう理屈で、この変な形がどういう理屈で最大1ポイント上がってもアーマーがあるのか分かんない、全く。宝石、守備時の非ダメージマイナス 15%、 メダル、騎兵隊長、あ帝国の礼素晴らしい、騎兵隊長は持ってない、たまあいや一応買っとこう。まあでもなんて言っちゃった。でパイロサイトを黒金にしようか。3つ、いやまあ、武器破壊で武器破壊で、なるほど。飛んだ。あこれだと飛ばないんだ。まあまあ別にいいんだけど、まあ転職するつもりだったんですけど、半分じゃダメなのね、飛行も。飛んだ。ちょっとね、非常に見目が悪いんですけど、いやいや、これ車線陣と考えて、いやダメだ、見目が悪いな。まあこれでこれでどうよ。ちょっとちゃんとベアトリックスも見えるし、装備はこれでいい。ライサンダー隊のクラスチェンジができる。またない、もうまたない、もう全くない、またない。ちょっと武士なさすぎんよ。ジュールス隊もね、クラスチェンジがレイダーとかやるべきじゃなかったかな。クロスボウが侍に行ってもな。あ黒曜石節約の技術か。どれだっけ、すべてこれね、すべての糸、鉄と黒曜石のコスト。なるほどね。僕ね、まあ正直言うとこっち先にすればよかったかなと思ってるんですけど、まあ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 今更引けないですね。今更引けない。キャパシティプラス10、キャパシティプラス10なくてもいいんじゃないかって言うて、この状況になってきて、後になって後悔するあるあるですね。まあでも実際キャパシティプラス10もきっと強いでしょうし、で疲れたな。今日はまあこれにしときましょうか。そんだけで皆さん長らくのご視聴ありがとうございました。シビルちょっといじっとくわ。どっかの舞台を解散するか、シビル隊解散できんじゃん、もうやった。
ちょっと圧縮しました。シビル隊、シビルをどっかに掘り込んどくわ。もうこれはもうあのダイアナのとこでしょう。ダイアナのとこにシビル掘り込んどきます。あ、でもコスト80もったいないな。コスト80もったいないわ。ちょっと考えとく。ちょっと考えときます。はい。それでは、僕明日が、ちょっと出張でキャプツバしに行ってくるんで、続きあさってなってしまいますが、その時ぜひよろしくお願いします。それでは、今日の配信これで終了になりますので、皆さんお疲れ様でした。おやすみなさい。